ナス D 大冒険 TV。 この番組はテレビ朝日の社員友寄隆秀、通称ナス D が、ほとんどの日本人が行ったことのないような世界の僻地に命がけで向かい、知られざる文化、そこに住む人々の暮らしをディレクター目線でレポートする超本気気候ドキュメント番組です。今回もネパールの奥地ドンポに住む天空のヒマラヤ部族に会いに行った旅。日本から飛行機でおよそ10時間ネパールに到着。首都カトマンズで旅の準備を整え、ドルポ地方行政の中心地ドゥメイ村を出発。過酷な道のりを進む中、帯同する山岳料理人のメシテロに感動し、一歩一歩歩を進めること5日、撮影隊はついに、うわあ、青、びっくりした、青、絵の具みたい、すごいぞ、何なんですか。ヒマラヤの青き瞳ボクスンドクを抱える集落、クボタ D の脱落が決定した後、口元緩んで、ネパール最大の祭りダサインを堪能。行きましょう。いよいよ初の峠越えに向けて歩き出しました。ボリューム10、ヒマラヤ初の峠越えに向けて再出発編。結構なんか道みたいになってる、車輪の跡みたいなのですよね、これなんだろう。あ、馬か。そうね、ですよね、馬と役だね、役とか族長、動物の足跡なんですね、放牧してるんでしょ。そうですよね、役、ね、いや、峠から降りてきた人々に出会いました。ヤクだ、荒々しなヤクを連れて下の村まで行くんだ、きっと。ヒマラヤの標高3000メートル以上でヤクはよく目にします。貨物車代わりなんですね。ハツサルはあんまり上にいないから、ハツサルは下だから、彼らの家畜はヤクでしょ。じゃあこの辺までがカッタルで、そう、ね、上行くともうヤクなんですね、うん、わあ。冬越せないから、上に食料がないから、いっぺんヤクを連れて下の町リンモまで降りて、物いっぱい買ってまた上の村に戻る。下道が見える。あ、滝見える。これ五段の滝ですよね、これが。はい、段が5本になっている滝、もうその下が滝壺になってるんです。森林限界って学校の教科書で小学校3年生ぐらいの時に習ったけど、実際来てみると本当に3800くらいでぴったり木がなくなってるんですよ、緑の。そこから上はもう全部岩場になって、徐々に3500くらいから3800で木がなくなってきてるんです。上はもう全部岩です。もっと上行ったら雪山の、この今のこの高さぐらいが実は山頂ぐらいです。もっと高いとこがさらに、はい、そこに人住んでるのが不思議です。どうして上に住んでるのか。で、あそこに湖がちょっとだけ見える。向こうの山も見えるし。最高。よかったですね、来て。よかったね。よかったですね。来なきゃ見れない。そうですね。自分で歩いて。森林限界っていうのを体感することもないですからね。本当に。ピタッとなくなってくるこの辺から。それが大事だよね。そうですよね。知識じゃなくて体験なんだよね。ヒマラヤは野生動物の天国。歩を進める中。チュチュマーシどこですか、うん、ちょっと公園で見れる。え、チュチュマーシ、野生のヤギがいる。野生のヤギ、ああいたいたいた、どこだ。ヤギと羊とかの原種ブルーシ
中国名を岩羊と書いてイエンヤンと呼びます。その名の通り標高3500から5000メートルほどの起伏の激しい山岳地帯に群れを作って生息しています。毛色は青海色なので英名でブルーシープと呼ばれています。牛科の動物で分類的にはヤギと羊の中間に位置する動物です。毛色が岩に似た保護色の役目を果たしています。危険を感じるとじっとして周囲に溶け込むようにして身を守ります。ついでにマーコール、ヒマラヤに生息する動物です。ペルシャ語で野生のヤギの王という意味です。名前の通り最も体が大きいヤギの仲間として知られています。標高600メートルから3500メートルほどの乾燥した山岳地帯に生息し、森林の間にある岩場や草原などで生活しています。メスやその子供たちは8から10頭ほどの小さな群れを作りますが、オスは繁殖期以外は単独で生活しています。でも雪氷が追ってね、雪氷取りたいな。あれがいるところは雪氷がいる。雪氷、今を遡ること60万年前、アジアで氷河期が始まり、現地の氷は寒さを避けるために南に逃げました。南下せず氷河の大地にとどまり、適応のために進化したのが雪氷です。雪氷の足の裏、氷よりも一回り大きく、雪の上で足が沈みにくくなっており、長い毛が足の裏に生えています。その毛が雪の上で滑り止めになっています。雪氷の身体能力、ひと飛びで15メートルの距離を飛び越えた記録が知られているなど優れています。この跳躍力を生かし、獲物を離れた場所から飛びかかって倒します。ピョーンと15メートル先から飛んできて、獲物にバッと襲いかかります。15メートル先なんで、ね、三段飛びの記録ぐらいですよね。あそこの滝からずっと流れてきてるんですよ。ここでオクドルポ地方出身の案内人ヌルブさんがこの自然をたたえ、ドルポの歌ですか。ドルポの歌、はい、民族の歌だ。自然に関係する歌が多いですよ。あドルポの歌、うんうん、結構重いですよね。まあでもそうだと思います。富士山とか撮影もそれで行くんですか。これぐらいですね。高校通っていくらしいです。こう怖い。ここ崖ですね。カメラ持ちながらそれよくこの道行きますよね。標高が上がるにつれ草木は消え、岩だらけの道が現れます。長い年月をかけて動物たちが踏み鳴らしてきた道です。こっち行きすぎると怖いな。こっち山が入ってる。落ちたら死ぬな。これ落ちると危ないですね。ここ結構崖っぷち来てるんですよ。大丈夫ですか。大丈夫です。ここ危ないですよ。ここ危ないです。頑張りよ、スミス。ここ危ない。天見さんのものすごい危ないな。よそ見にしちゃいけない仕事とか、はい、よそ見してるからな常に。そこはまた別の村ですね。まあ、15軒ちょっとあるぐらいだね。小さい村で。じゃあ50人ぐらいですかね。やっぱりここはね、畑が広いから、はい、食料もいっぱい取って、土地として、うん、土地としてはいいから。ここじゃ自給自足の生活。そうだね。だから離れられないんじゃない。大麦がいっぱい取れる。撮影隊は標高5000メートル以上あるバガラの峠越えを目指し、ゆっくりと歩を進めます。
来たな。すごい歩いて、今日歩いたな結構と思っても確かめようがないけど、ここ後ろ振り返ったらずっと来たなと思いますよね。僕大谷さん言ってた、まあ、ゆっくり行けばいいんだよみたいな言ってたじゃないですか、はい、で休まずゆっくり、まあ、自分のペースでゆっくり進むと気づいたらゴール来てるって、はい、最初ほんと全然分かんなかったんですけど今になって分かります、ね、すごい来たもん。一回休みますか。情けないですね。久保ちゃん笑えないですね、これは。大谷さん74歳であんな前行ってなんと。70歳を超えても淡々と登る大谷さん。実は K2 清涼ルートで世界初登頂に成功した世界的にも有名な登山家。当時のこんな話を。大谷さんって K2 行ったのにどうしてエベレスト行かなかったんですか。だからほら行こうと思ってたけど、はい、やっぱり混んできちゃったから、はあ、昔はね年間1体2体の登山隊が登ってたんですけど、はい、あ、そうなんですか。今はもう誰でもこう行けるんだって、はい、何千人って行くから、まあ、エベレストも当時は行きたかったけどたまたま K2 行くかって。今となってはじゃあ K2 登ってた方が良かったんですね。そうね。記録としてはで実はその K2 の2年前にね、はい、7788の山登り行ったの。ああそうですか。それも会社は休職して、でそれも登れてね、はあ、そっちの方が本当はハードなんだ。そうなんですか。なんて読むの。ラカポシーって言ってね。ラカポシ会社はどのくらい休んだの。3ヶ月。3ヶ月休んだ。 K2 も3ヶ月、はあ、でその山登って、はい、帰りに K2 の許可取れちゃった。ああそうなんですか。その時言ったらみんなメンバーが次行きましょうよって、はい、もう会社は辞めるしかないなと思って、はい、まあ、当時は賛否両論あったんでね。会社の中で会社いてもしょうがないですね、辞めさせちゃえとか。でも一応辞めていきますよとか言ったんで、でもなんとなく辞めなくていいっていうムードになって、あ、まあ、いろいろ応援してくれる人もいたんだよね。あ、でもその時の隊長が記録を作ろうって言ってね、はい、でテレビ朝日からカメラとフィルムを借りて、はい、で自分らで撮影して、はあ、で最後は番組になったんですよ、はあ、今のテレビと逆ですね作りが、うん、山行きたいって言って登山が先にあって結果テレビになったんです。そう、出発してから4時間広大な放牧地に到着。ここまた喫茶店みたいな。うん、多分やってる。この喫茶店でも客来ないですよね。さすがに。昼、うん、ご飯がここまで。はい。山岳料理人が登場。昼食作りです。アンサー。一品目はヤギのレバーを使ったシンプルな炒め物。続いて玉ねぎや混合香辛料を炒め、茹でたマカロニをたっぷりと加えていきます。お醤油と塩。朝からたくさん歩いたので少し濃いめの味付けに。これ難しいですよね。これ作るだけでもこの量できないんです。このでかいフライパンでこの人数なんで、だいたい20人ぐらいいるんで美味しく作れないんですよ。味が均一にならないんですよ。しかもすぐ出てくるからな。スピードも速いんですよ。最後に薬のチーズを振りかけ蒸らしたら完成。できたんだ。さらにインスタント麺やコールスローなどもついて計5品。わずか40分で仕上げました。戦場でしょ、すごいスピード。自分が近いことやってるんで、すごいあれが難しいの分かります。うわー出てきちゃった。夢かなこれ。まずはマカロニの炒め物。うん、うわー美味しい。タレ味のちょっとチーズ風味のマカロニ。安全点。
ぜひ乗れます。うん、大好きですね、これ。中が少し生で柔らかいんですよね、で臭み一切ないんです。でレバーの美味しいとこだけの味が入ってくるんですよ、ね、こんな食べていいんかな、めっちゃ美味しい、こんな場所で。定番メニューでインスタント麺、今日は辛味を加えるマンゴーアチャールを入れていただきます。甘いな、美味しいな。標高4000メートルを超えてもこのクオリティ。ナスディは2人前を軽々おかわりし堪能しました。ラーメンもマカロニもサラダも全部美味しかったんです。シェフ半端ないな。休憩場所をお借りしているお店も取材。チケチケと、あ、ルームサイナーアジョ、ルームサイナーサンプサク、え、アンドイマンチオールドルゴルサイノアニテキングタアボアクトバルナトリテキングタテテテ。お客さん一日にどのくらい来るんですか？え、テストムネナコイレアリウンチャコイレタコティアティアンディギアアサルサンオンマティダニガルポサジョ。あ、じゃあここに住んで。あ、デレスティインポサ。まあ。レストラン12畳ほどの広さ、きれいに整理されていました。寝泊まりしてお店を切り盛りしているそうです。ちなみにメニューってどんなのがあるんですか？あ、そういうのはじゃあ、あ、メニュー表はないんですね。お客さんに何を食べたいかを聞いてそれを作って出してるんですね。隣の部屋は売店、品揃えも豊富。ビール700ルピー、コーラ320ルピー、タバコ200ルピー、ビスケット50ルピー。一番売れているのがネパールの焼酎ロキシー。体を温めるため高所では人気の品のよう。短い休憩が終わり、荷物をまとめて本日のキャンプ地に向け移動。この辺りから景色が一変、ベージュ色と灰褐色の世界になってきました。このまま進むとあと2日で1500メートル以上標高が上がり、気温も低くなります。地層がはっきり出てるな、近くまで来ると山に。ヒマラヤ山脈ってのはどっちがぶつかったって話されてたじゃないですか、あのインド大陸が、昔にユーラシア大陸っていう、それこうぶつかって、こうじわ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 ってこう何千万年かけて盛り上がって、すごい昨日遠くなるような話だよね。人類9000年なんてあっという間だよ。ヒマラヤの歴史について、もともとは海です。ヒマラヤは、大昔大陸がぶつかって誕生しました。およそ5000万年から4000万年前にインドとユーラシア大陸がぶつかり、その間にあった海底が大きく押し上げられヒマラヤ山脈になりました。そのためエベレストは毎年数ミリずつ高くなっていると言われています。古代の海底生物の化石が発見されます。もともとは海底だったため、エベレストの山頂あたりでも海底の古代生物の化石が発見されているんです。来ないとわからない、見ないと感じない、理科では、習ったと思う。そうです、写真がちょこっとね。そうです、でもこの大きさとか、この広さ実感できないよね。人間なんか考えて感じる生き物なのに、もう何も感じなくなってます。来て見ればいいの。少なくとも富士山ぐらい上がった方がいいんですよ。ほら、ここもスパッて切ったような石でしょ。ね、太田さん、なんでそんなこうスパッと切ったような石があるんですか？多分上から転がってきたり、向こうから落ちてきて、こういう、やっぱり周極のそういう部分でこう、割れ目があるんだね。割れたか、もう上で割れてるから、ひびがこう入ってね。みんな上から転がってきたんだよね。地震があったから。
あったんです、ね、一緒にいたんだ、はあ、地震のその時ですか。その石がゴロ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  Worse than here Like this In the valley Rocks coming 4月の25日どうしたのその時。もうすぐ近くにあった大岩の影に、ね、誰も知らなかったんですか。知らなかった。あ、よかったですね。それは撮影で行ってたんですか。いや、トレッキング仲間5人で。こういうところの水すごい美味しいですよね。うん、これは美味しいんじゃないですかね。うまい。そのあまりの美味しさに続けざまに口を直につけて飲みまくる。すごい冷たくて美味しいです。デレデレ見とった、カンカン見とった、カンカン見とった。うわー腹いっぱい。うわーすごい、本当に美味しいですね。なんかテレビ的に飲んで美味しいとかじゃなくてすごい美味しかった。標高が上がり息苦しさが増していく中、眼前に広がるのはさらに過酷な道。足取りも重くなります。目指す峠まであと2日。ただバガラ峠の先にはさらに高く険しい沼良峠。目指す天竜集落ははるか先です。果たして無事にたどり着けるのでしょうか。今日のキャンプ地を目指す中、あれ何なんでしょうね、あの穴。もし雨が降ったらこの辺になんか休む。あ、どこ、雨降ったら休む場所、はい、崩れたの。すごいすごい衝撃映像かな。あ、2、3人行けそうですよね。なんかもね、結構広い。広い。テントないですもんね、普通の人。そうですね。2、3人こうやって座ってここで雨宿りするんだろう。この夜、撮影隊は標高4100メートルの地点でキャンプを張りました。完全に下の高さを超えましたよね。富士山より高い場所で、でヒマラヤの料理人は何を出しても。次回、ヒマラヤ山岳料理人の飯テロスペシャルバージョン。この度、一番のサプライズ料理が登場。ヤクの雰囲気が楽しくなってきた。チェーパーの人とかポーターの人とか素晴らしいなと思っちゃいます。僕らができないことやってるから。ナス D の大冒険チャンネルではいろんなことに挑戦中。皆様次回もご視聴お願いいたします。